い、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三円と分点丸二をお送りします。で、今回はですね、問題演習4問ありますので、まずここで一回ね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、問題はですね、まあ、Z っていうのは主役がいて、まあ、Z がね、おのおの入ってるんですけど、その時、まあ、どのような図形を描くかっていうのを考えます。で、覚えてほしいのは、ある二つ、形で二つね。で、本当はもう一個口で説明するんで、三つにはなるんですけど、主に二つの形を覚えてください。で、その形一個目です。それが、絶対値イコール実数になってる時。絶対値イコール実数。で、まあ、ここに Z がいるっていう形なんですけど、で、これ先に答え書いちゃいます。で、さらちょっと説明しますね。これはね、もうこの形からすぐ答えがいきます。点 3i を中心とする半径2の円、これが答えなんです。もう一番のどんな図形ですかって。だから点 3i を中心とする半径2の円ですよっていう。で、これどういうふうに判断するかっていうと、さっき言ったようにこう絶対値、まあ、イコール数字ね、まあ、実数になってる時、もちろんここに z がいないと困るんですけど、マイナスここの数字、こうなってたらここにある、まあ、数字というか、今回 3i になってますけど、これを中心なんです。まず中心で、こいつが半径なんです。になっている円と答えてください。これが今回覚えてほしい、一つ目の形ですね。ここが中心。ポイント、負ね。だから必ず負にして考えてください。で、こいつが中心で半径、これの円。これが1個目の形です。いいかな。で、2番も同じような形になってますね。絶対値イコール実数になってる。ちょっと絶対値の中身がごちゃごちゃしてるんですけど、基本的には今書いたものが基本になるので、そこに形持っていきます。ちょっと書き換えると、ここね、まあ、Z はそのままでいいんですけど、まあ、負にする方が大事なので、マイナスカッコってすると分かりやすいです。まあ、ミスが減ります。で、マイナスカッコにするとマイナスをくくり出すので、ここマイナス5ですよね。配ったらプラス5に戻るので、で、後ろはプラス 2i。 こうなります。今上を変形しただけです。だから今こいつが中心なの。いいね。で、答えを書くと、点マイナス5プラス 2i、 これを中心とする半径4の円、これが答えになります。この1番2番、まあ、共通してまず覚えてほしいこと1です。で、ミスしやすいところが2つあって、まあ、1個目はさっきの負ですね。ちゃんとこう負にしてあげるっていう、そこが大事で、もう1個なんですけど、特に2とかだったらあんまり引っかかんないんですが、ここが4とか9で持ってこられた時、円の半径って、まあ、違うところで勉強したやつですけど、2乗になってて、その4だと、円だったら半径2かなみたいな。これ他の勉強になっちゃうんだけどね。っていう、無意識にね、持ってっちゃう方がいるんですよ。だから4って書いてたら、あ、オッケーオッケー、半径は2ね、みたいな。これが9になってると、あ、オッケーオッケー、半径3ね、みたいな。っていうミスが、これ地味に起こるので、ちょっと気をつけてください。もうここに書いてる数字が半径です、そのまま。いいかな？だからルートをつけなくていいっていうこと。そこも気をつけておいてください。もったいないんでね、こんなんでミスしちゃうとね。で、次に、覚えてほしい形2個目ですね。これが絶対値イコール絶対値のパターン。右が実数ではなくて、こっちも絶対値がくっつく。で、この時は、同じです。まずマイナスで考えるので、こっちはいいんですけど、こっちの中身をさっきと同じようにちょっと無理やり変形します。そうすると、まあ、マイナス1プラス i ですかね。こうなります。
で、この絶対値イコール絶対値になった時は円ではなくって垂直二等分線になります。で、垂直二等分線、まあ、答えどう書くかっていうと、今度2つの点です。2点で、ここの負を取ったやつなんで、まず1個3ね、2点3とこいつマイナス1プラス i ね、この2点を結ぶ、ごめんよ、書き出し間違えちゃった、垂直二等分線、これが答えになります。よいしょ、これが覚えてほしい形2個目です。今回のつまり絶対値イコール絶対値になったら、ここはもう全部負ね、負にしなきゃいけないんだけど、ここの点とここの点を結ぶ、その2点ね、2点を結んだそいつの垂直二等分線を表してるんだっていうのを覚えてください。あ、ちょっと長ったらしく今書きましたけど、まあやってることは半径、あ、まあ、円を表してるっていうのと垂直二等分線を表してるっていうものだけなので、いいかな、これもね、結ぶ線分の入れた方がいいね。そうね、線分って書いてあるやつ安全だね。ごめんごめん。っていう感じです。で、まあ覚えてほしい。メインはね、この2つで大体処理できるんですけど、まあ、ちょっと難しくなるとこういうのが出てきます。で、これも絶対値イコール絶対値なんで、これと同じじゃんって気がするんですけど、ここには係数というか、絶対値の前に数字がくっついてる場合はこれでいけないんです。いい？これは計算していきます。これ一番めんどくさいんですけど。で、どうするかっていうと、このパターン、両辺2乗します、まず。2乗。だから、ここにも2乗、2も2乗、この絶対値も2乗っていう感じ。全部2乗するのね。で、ちょっと復習になるんですけど、ここでいくか。絶対値の2乗をした時っていうのは、その元々の z と z バーをかけたものに分かれます。これ初期の方にやったやつね。複素数平面の。なので、これも、まずそのまんまが出てくるのと、こいつにバーがついたものが出てきます。こうかけるの。で、バーがついたものは、Z バーと 4Y バーに変わる。で、I のバーっていうのはマイナス I に変わるので、マイナス 4I ってなります。まずここちょっと頑張りましょう。いいかな。Z バーの部分、こいつ全部にバーをくっつけたバーを分けて、Z バーと 4Y バー。ただ、i のバーっていうのは、マイナス i に変わるから、こういう風に計算をします。で、後ろです。まず、2の2乗は4で OK。で、カッコ。そのまま出てくる、まず。と、全部にバー。で、バーが分かれて、z バーと i のバーだから、マイナス i になると。で、あとは、これも全部掛けで頑張って計算していきます。これ全部掛けますよ。左辺、まず、z、z バーでしょ。で、マイナス 4iz。で、ここで、プラス 4iz バー。で、ラストなんですけど、マイナス 16i の2乗。マイナス 16i の2乗。i の2乗は、あとマイナス1なんで、ここプラス16に変わります。ちょ、口の中にね、こうなってる。でも、こいつ、マイナス1なんで、かけてプラス16です。よいしょ、これちょっと行の関係でね、暗算っぽくしちゃいましたけど。で、これも4は残しておいて、ここをまず配ると、ZZ バー、マイナス IZ プラス IZ バーの、マイナス I の2乗なんで、プラス1ですね。いいかな？こうなる。で、まとめましょう。これ4配ると、ここ消えるよね。4IZ 移行してきたら消えてくるので、まあ、一回、きれいにしよっか。ZZ バーでしょ。で、プラス16生き残ってる。ここで消えます。ここ。配ったら消えるからね。で、右辺も配ると、4ZZ バーと、プラス4。で、ちょっとまとめると、ちょ、負にしたくないんで、ちょっと無理に線に持っていこうか。こうとこうで考えれば12か。こうなる。下はまだ、いけるけど、まあ、ないか。つまり、ZZ バーが、4ってこうなりました。ギリかな？ちょっとギリ。うん。ごめんね。もうちょっと上に書けよって。ZZ バーが4と。これ入ってるよね。OK。いいかな。まずここまで計算。まあ、かなり綺麗になりましたよね。で、こっからです。こう。
さっき言ったように ZZ バーっていうのは絶対値 Z の2乗なんで、そっちに戻します。絶対値 Z の2乗、これとこれ一緒だからね、イコール4で、これ両辺2乗を取ると絶対値 Z イコール2になります。で、絶対本当はプラスマイナス2なんですけど、マイナスありえないので、今絶対値だからね、距離表してるからさ、だから正の方だけ持ってきて2とします。まあ、途中式書くんだったらこう書いて、一応書くか、絶対 Z ね、絶対値 Z は正なんで必ず、だから絶対値 Z イコール正の方の2だけになりますよっていう。で、これ何表してるかっていうと、これ前もやりましたけど、これ原点中心、これと同じように考えるんだったら、こんな感じ、無理やりマイナス0を持ってくるんだったらね、0を中心、つまり原点中心で半径2の円ですよね。だからここでいいか、待っていいか、原点を中心とする、だな、入るかな、半径2の円、ギリか、ごめんね、ちょっと下すぎた、よいしょ、これが答えになります。なので、最後のパターンはこう2乗して綺麗にしていくと、だいたい綺麗になります。ちょっとややこしい形になる時もあるんですけど、こういう風に持っていけるので、最後持ってきたらこうやって答える感じで持ってきて、書いてみてください。で、一応説明的にはこれで終了なんですけど、ちょっとおまけの知識として最後話させてください。この形のパターンなんですけど、アポロニウスの円っていうのがあります。これおまけはどうしよう。黒で書こうか。色がわかんなくなるもんね。どうだろう。参考書とかだと物を何個か見たんですけど、若干書き方違ったらごめんね。こういう感じの形。絶対値が両方 2個あるんですよ。で、L と M がもちろん数字がついてなかったらこれなんで、垂直二等分線になるんですけど、こうなって数字がついてしまったパターン、前に。時は、アルファとベータ、AB って2点表してると思ってください。複素数平面でね。これは、AB を M 対 N、いいね。AB、こう言って戻ってきて。AB を M 対 N に内分する点と外分する点。それを、円の直径の両端に持つ、円になるんです、これ。それがアポロニウスの円って言うんですけど、つまり今これだったら、AB、A がマイナス 4y ね。マイナスなんでね、負に持っていくから。マイナス 4y とマイナス i を2対1に内分と外分する点。それを円の直径の両端に持つ円になるよ、みたいな。てか、一回ちょっと書いてみます。いい。アポロニウスの円ね、やらないところも多いらしいんですけど、一応やった時のためにもね。で、簡単に書くと、こうありますよね、軸が。で、さっきも言ったように、マイナス 4y とマイナス i です。つまり、ここ、マイナス i と2、3、4、この辺かな。マイナス 4y と2点があります。で、AB、こっちが A ね、今。A と B。AB を今、2対1ね、に内分するね。AB をまず2対1に内分するから、ここ、マイナス 2i。これがまず内分する点です。2対1ね。で、外分する点はちょっと今暗算やっちゃいますけど、こういってこう戻ってくる。つまり、プラス 2i。これは内分外分のね、出し方なんでちょっと暗算しちゃってるけどごめんな。いいかな。2対1に外分する点がここになります。AB を。で、これを円の直径、色塗ろうか。ここね。これを直径の両端。とする円。で、今、マイナス 2i と 2i だから、その中心で、その間だから原点になるよね。そこの円になりますよって形が。これがアポロニウスの円と言います。で、今見ると原点中心で半径2でしょ、これ。半径2の円になってるよっていう風に持っていけるんですが、ね、こういう風な知識もありますので、頭の片隅ではね、ぜひ置いといてください。では、今回は高校数学の数三円と分で丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回丸3がもう1個ありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。
では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。